食べると健康になる日本食です。ほうれん草は栄養が豊富な緑黄色野菜です。世界のほうれん草の9割は中国で生産されています。ほうれん草はあまり日持ちしないので、新鮮なうちに調理するか冷凍保存する必要があります。ほうれん草は一年中販売されていますが、寒い時期の方がより美味しいそうです。では材料の方を説明していきます。まずほうれん草ですね、今日はね一足使います。で、豆腐1丁ですね。で、調味料です、合わせ味噌、10g、薄口ですね 5ml、 砂糖 50g、いりごまですね、20g。 では作っていきます。はい、ではね、ほうれん草の方ね切っていきたいと思います。今日はね、地物なのでこれね結構ね砂噛んでます。なのでここちょっと多めに取ります。こんな感じでね。で、今日はカットしたやつをボイルして、白いねしたいと思います。こんな感じにね、だいたい3センチ弱かな。はい、こんな感じに切ります。で、一旦水につけてもらってですね、シャキッとさせてください。ほうれん草の下処理が終わりました。では豆腐に行きます。豆腐はですねこんな形です。で、今日はですね昔ながらのね、おばあちゃんにね教えてもらった作り方をやります。これ普通はね僕たちはボイルをするんですけど、ボイルを先行にですねダスターで豆腐をね水を切ります。2つに割ります。で、これで押さえます。これでね水分を取ります。はい、こんな感じになりました。これをねボウルの中に入れます。今度は調味料をね入れていきます。まず味噌です。はい、味噌入れます。続いて砂糖ですね。はい、この砂糖を入れた時点でよくかき混ぜます。潰しながらね、豆腐を潰しながら混ぜます。はい、ここでねよーく混ぜてください。でないとね砂糖の塊とか味噌の塊があるとね辛くなったりしますので、全体的によく混ぜてください。はい、これぐらい混ざったらですね薄口醤油ですね、これを入れてください。ここでですね、一応、豆腐にもよるんですけど甘みとか塩分をあまり感じなければ塩をねちょっとだけ足してもらってもね OK です。ではね、味が決まりましたのでこれでね冷蔵庫で冷ましたいと思います。その間ねほうれん草をねボイルしていきます。今ねこんな感じにね沸いてきました。ここでねおつまみちょっとねこれぐらいかな塩を入れます。これはねほうれん草のね色を出すために塩を入れてます。はい、この状態になりましたらほうれん草をね全部入れます。これでまた沸きかけてきます。そうですね、真ん中じゃなくて周りがこう泡が出てきたらこう入れ替えるような感じですね、上と下と。今ねこんな感じにこう周りがねなってきました。これをね、こう混ぜてもらってねひっくり返すような感じで混ぜます。
はい、今ねこんな感じに真ん中の方がね泡が出てきました。これで OK です。じゃあね冷やしていきます。ほうれん草の方が湯がき上がりました。こんな感じにね、水をねざるに入れて切ってます。あえもんなのでもっとね水を切ります。さっきね豆腐やったような感じにしてもらってこの上にこう並べていきます。はい、これぐらいにねざっくり取れたらまたねこうしてね水分をね取ってきます。今度はですね先ほどの冷やしてた豆腐ですね、その中に入れていきます。はい、今ね入りました。これをねじゃあ混ぜていきます。豆腐をですねボイルしてないのであまり日持ちがしませんのでもうほんとね2日以内に食べてもらえたらと思います。であとはお好みでですね、ごまをね入れてもらえればねいいかと思います。はい、今日はね 20g がっつりねごまを入れてねごまの風味もね楽しんでもらいたいのでね入れました。これでね混ざりましたので完成です。では盛り付けていきます。はい、こんな風にね高く盛り付けてもらえればね、はい、これで完成です。本日はほうれん草の白あえの作り方のご紹介をいたしました。今日はですね、僕が昔食べてた、白あえですね、おばあちゃんが作ってた白あえを再現してみました。ぜひね一回やってみてね、すごくね甘くて美味しいです。ぜひ試してみてください。最後になりましたが料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。